越後魚沼運東庵さんに来ています。まあ、ここはですね、本当に付近のお寺とは全く違う雰囲気です。まあ、樹齢400年以上と思われるような杉が多数林立していてですね、まあ、集落近くにもちろんあるんですけども、先ほど行ったあの龍厳寺さんの後の方から車で5分ぐらい行ったところにあります。今日は平日ということで、土日はね、まあ、かなり人がいらっしゃるんですけど、まあ、静かな運動案というのもいいですね。入り口から周遊式になっていて一周できる形です。新潟というか魚沼地方に来たらですね、ここは絶対寄っていただきたいですね。歴史ファン、ウェズニーファンでなくともですね、まあ、本当に心が洗われるような静かなところです。中にはですね、見どころもたくさんあってですね、ちょっと、1時間ぐらいは撮った方がいいと思います。ちょっと見たことないようなものもあってですね、今話してしまうと楽しみが減ってしまうんで、今日はね、時間があるんで、夕方の5時まで、4時半入場までできますので、こういったものもですね、非常に荘厳というかですね、まあ、周りのとにかくこの杉ですよね。まあこのぐらいの杉になると、まあ例えば日光とか、そういうところにはありますよね。ああいう日光杉並の国のような、ちょっと歴史と時代を感じる、様式になってます。この門もね、三門ですかね、これ素晴らしいですよね。ここはね、何年前に来たかな、ちょっとしばらく来てなかったんですよ。新潟の知り合いの方とね、一緒に来たんですけどね、中も全部回って、ちょっとその時もね、時間なかったんですけどね、いやー、よかったんで、今日は楽しみにして来てみました。はい、じゃあここから入ってみましょうかね。道内とか一部撮影はできないところがありますんで、まず入り口の方のご紹介で一旦ビデオは切りますね。はい、こういう感じです。人が今日は少ないんで余計に静かに感じますね。こういう感じですね。まあ、もちろん京都やね、奈良とかそういうところに何度も行かれている方にとってはですね、こういった風景も珍しくないかもしれませんけど、まあ、ここはぜひですね、こう石畳のことも詳しく書いてありますしね、ここはとにかく、いろいろなものがですね、説明がきちんとできているっていうところがいいですよね。これですよ。今日無風なんで余計すごい静かに思いますね。ここは申し訳ないですけど、家族連れとか若い方で騒ぐ方が来るようなとこではないです。何かご家族でね、来てる方もまあ、お子さんはしょうがないとこありますけどね、走ったり、そういうことせずにですね、騒いだり、静かに拝観していただければと思います。非常に空気がなんでこんな違うのかっていう、霊気っていうんですかね、私は何の霊感もない人間ですけども、ここだけはですね、久しぶりに来たんですけども全く違いますよね。なんでこんな空気になるのか、ちょっと私はよくわからないんですけどもね。ここはちょっと関係者のお墓みたいなのもたくさんありますし、タッチュですかね、向こう側にありますし、建物も結構多いですよね。あと敷地内に入れてですね、まあ、非常に見どころが多いところもありますんで、ちょっとビデオで全部紹介してしまうとね、それはそれであまりよろしくないんで、楽しみにして来られるといいと思います。またね、入り口、最初の5分ぐらいは少しお話をさせていただいて、あとはちょっと拝観をした後にですね、まとめということで、後で動画をもう一回撮りたいと思います。まあ、こういう感じですよね。ちょっとこちらに一泊してみたい気持ちがわかりますよね。女性の方なんかもね、話してましたけども、ね、宿泊所じゃないんですけど、泊まれますかと。それはお答えするのもね、大変でしょうけど、こういった石碑ですとかね、まあ、いろいろな、墓石以外でもですね、ふんだんに石を使われていてですね、まあ、あちらも完全に近代の供養塔ですけど、この建物がいいですよね。もうどちらを向いてもですね、歴史好き、お寺好き、神社好き、まあ、どなたが来てもですね、歩いてる音を出すのもちょっとどうかと思うぐらいすごいところです。ちょっとね、日光の輪王寺とかあの辺を思い出す方もいるかもしれないですけどね。はい、まあ、もちろん日光山とは規模は違いますけども、
でも越後のね、坂戸地区にこれだけのものが、ここからもいいですね。まあ、近所のね家がほとんど見えなかったり、売店とかのトイレとか駐車場もあるんですけど、そういったものが見えないっていうのもいいですよね。まあ、ここはまあちょっとすいません、今11月なんですが、紅葉もう鏡かと思うぐらいな美しさですね。やはり魚沼は水がいいですね。米ももちろん美味しいですけども、水が綺麗なんですよ。本当に木々が全然ね違いますよね。まあ、春来てもあの新緑が美しいですし、越後三山、八海山、残雪なんかもね、雪の輝き方がね白銀に、まさに白銀ですよね。まあ、スキーやる方はあの冬の光景いつも見てると思うんでわかると思うんですけどね、昨日言ったあの妙高とかね、あの上越、新潟側の雪ってね雪質が違いますからね。はい、こちら、なるほど、直接ですね、歴史に関係、私が巡ってる歴史と関係ないところは省略させていただきます。こういうことに、別なことに興味ある方はまた来ていただければと思いますね。人のいないところで撮影するのが一番いいですよね。この鐘ちょっとついてみたいですよね。怒られちゃいますね、勝手にじゃね。お寺によって、によってはね、鐘ついちゃいけないところもあります。これ建物すごいですよ。はい、これがね、ちょうど本殿で。人がいないところで撮れますので、今先に撮っちゃいますね。この中に入るんですがね、ゆっくり、はい、配管、内管的なんで、そこの入り口までちょっと撮影させていただきます。これはすごいです。また紅葉もいいですね。綺麗です。ちゃんとお線香がたかれてますね。こんな感じです。運動案と書いてありますね。非常に静かです。社務所もありますよね。この中はちょっと立ち入れないんですけど、水が綺麗です。紅葉も素晴らしいです。この建物がいいですよね。中はね、ちょっと恐ろしいぐらいね、静かですからね。こういう人をね、映してしまうとあんまりよろしくないんで、こういう感じです。はい、では中に